こんにちは、えー、それでは本日は2020年、えー、専属学園の帰国審査入試の過去問を解説していきたいと思います。えー、本日はですね、大門に証文集合の中から1台、えー、線分図を利用すると簡単に解ける問題を1台紹介していきたいと思います。えー、それでは早速問題を見ていきましょう。ABC の3人が合計3200円のお金を持っていましたが、A さんは自分のお金の半分、B さんは200円、C さんは360円を使ったので、3人の残金の日は3対2対応になりました。A さんの残金はいくらですか ということで、えー、こちら、まずは線分図でしっかり表していきましょう。えー、A さん、B さん、C さん、3人がいるので、どこから表すと簡単かというと、これですね、結果のこの3対2対4からしっかり表してあげると、えー、図が書きやすいですかね。えー、3対2対。これ、神経質になる必要はありません。大体で構わないです。えー、なので、まずは3対2対4ということで、えー、ここを丸3、えー、ここを丸2、えー、ここを丸4と、えー、こういった形で表してあげましょう。 えー、今回、ですね A さんは自分のお金の半分を使ったと言っているので、実はもともと A さんはこれだけ持っていた、つまりもう丸3持っていたということになりますね。B さんは200円、C さんは360円使ったというふうにあるんですけれども、200円360円がこの線分図で表したときにどれぐらいの長さなのかというのは分からないので、えー、適当で構いません、えー。もちろん200円よりは360円の方が長く書いておいてほしいので、まあ、このような形で、えー、適当に長さを書いておけば問題ないです。えー、そうするとこれは 何の線分図が出来上がったかというと、もともと A さん、B さん、C さん、3人がそれぞれ持っていたお金を線分図で表せていることになります。これが合計3200円というふうに言われているので、さあここからあと一歩です。えー、ここでこのように見てあげると、3人の合計が3200円なので、3人の合計を足していきましょう。えー、丸の部分が丸3、丸3、丸2。 丸の部分が丸3丸3丸2丸4なので、えー、丸12分ありますね。丸12と、あとは現実のお金ですね、この560円分を足してあげると、えー、これが3200円になっているというのが、この問題の、えーで言われ、この線分図から読み取れることです。えー、つまり、今回、この丸12に当たる数はいくらになるかというと、えー、3200円から560円を、えー、引いてあげればいいので、えー、2640円。 とといううこになるでしょか3200から560を引くので、2640円でやってます。なので、最後、1はどうなるかというと、これは220ということになるでしょうか。12で割ってあげると、224、27、220円ということになりますね。 ここで、1が220円と分かったので、さて求めたかったもの、A さんの残金はいくらですかということで、A さんの残金は3に当たるので、1は220円ということは、3は660円という形で答えが求められます、はい、どうだったでした。このようにです、ね、線分図を書いてあげて、しっかり1を利用しながら解いてあげる問題です。 えまずはこの線分図、えー、このようにです、ね、書かれているものを見てしまうと、ああ、なんだなんだ、そんなことかというふうに分かって理解できたかと思うんですけれども、これがです、ね、意外と自分で書くと、えー、なんか少し途中で手が止まってしまっているような生徒さんも多く見受けています。なので、理解しただけで終わらせるのでなく、自分でしっかりと同じような線分図が書けるかどうかというのをしっかりと確認してみてください。えー、それではは本本日日の解説は以上になりりまます本日もありがとうございました